わ、来た来た来た、タンクローリーチャンスが来た。映ってる映ってる俺が。あ、かっこいいな俺。嘘嘘、バイクのおかげだ。ついにね、納車を迎えて木漏れ日綺麗だな。バイクの前に木漏れ日言っちゃうけど、見てこれ木漏れ日見える？青いタンクにさ、キラ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 木漏れ日がゆら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 してる。まあそれはいいんだけど、 W650 納車しました。納車したばっかりで、こうキャリアとかがっつりついちゃってるんで、これはでもいつでも外せるんでいいんですけど、今受け取ってきました。で、本当だったら店の前から全く乗ったことない状態から一から撮りたかったんですけど、店の人がお見送りみたいなのしてくれたんで、ちょっとしばらく乗りましたけど、おおおって感じ。いや、どうよ。あ、キラキラしちゃって、まあいい色だよね。ちょっとガソリン入れますか。ガソリン入れて港未来に帰ります。横浜に帰ります。あー、久々だよ。今ね、グルーヴを感じるいい感じのね、 R&B を聴いてますよ。ゲー、いや久々、バイク自体久々よ。ね、エンブレ効かないのね。それにびっくり。ニュートラルランプついてんのありがてえ。まだね、慣れてないですね、今乗ったばっかなんで。ああ、なるほど。このエンブレあんま効かないのね。エンブレってあのギア落とした時じゃなくて、このスロットル戻した時のエンブレあんま効かないね。スーって走っちゃう、もっとグーンってなるけどさ、あんま効かないんだね。ここか、こういう時ね、下り坂で今信号待ちだから足つきが悪い人は怖いよね。俺は大丈夫。いや、あ、おろ、あ、ミラー変わってんのかこれ。まずはね、あのスタンド行きます。なんかアイドリングが弱くて、あ、ニュートラルじゃなかった。いや、まだ慣れないから。ニュートラルかと思って話しちゃった、クラッチ。ガス欠が怖い。まあ、でもリザーブついてるからね。今までリザーブもなかったからさ。乗りやす。うん、直進安定性ももうあるんじゃないですか。ステムベアリングとかね。まあ一応原車確認してから買ったんですけど、もちろんテストランみたいなのしてないんで、ライトオフとかできんのかな。できないか。最近のバイクだからオフとかついてないんだ。どうですか、足つきはすごくいいですよ。両足ベタ、膝曲がりまくりって感じです。タンクでけー、安心。何リットル入んだろう、知らねー。よかった、ひとまず安心だ。これでガソリンはまださ、このさ、何も見ないでスタンドの位置に足がスンっていく感じがないんだよね、初めてだから。もう慣れた愛車だとさ、こんな一時見なくてもスンってやればプンってこう、わかる、はい、あ、やれるじゃん。これさ、トリップメーターとかってどうやってやるんだろう、どうやってリセットするんですか。やべ、元に戻んねえじゃん、時間表示になっちゃった。なんでこのデジタル、いや、わかんないや。いや、謎すぎ。わかんない、ハイテクだな。ハイテクなバイクわかんないよ。まあ、ハイテクってもキャブ車なんですけどね。あの、納車に関するお話みたいのはね、改めて撮ろうかな。もう今日は、単純に初めて乗るのを楽しもうぜ。おっと、思った以上にギアが落ちてた。なんかネットの口コミみたいなのも多少は見たんですよ、 W650 のオーナーのね。なんか振動が結構来るとか言ってたけど、全然。まあちょっと次元が違ったわ。 GL500 とかさ、縦置き V エンジンでさ、スロットルひねったら車体が傾くような、多少ね、縦置き V エンジン上がり、あとは 650cc 短気筒
と比べたらやっぱりね、いやいやいや、振動なんてマイルドすぎて何言ってんですかって分かる、言ってる意味はね、細かい振動ありますよ。でもまあバイクっぽい感じ、オートバイ、モーターサイクルって感じです。あ、まあでも最近のバイクに乗ってこれだったら思うのかもね、振動がどうとか。何気に約束の時間まで間に合うかな。お、来た来た来た、タンクローリーチャンスが来た。映ってる映ってる、俺がほら、あ、見えないか、みんなには。アクションカメラだとちょっと遠いからねタンクローリー、タンクローリーに映る我チャンスが来た。あ、かっこいいな俺嘘嘘、バイクのおかげだ。2割増しイケメンになりますね、 W650 乗ると。あー、かっこいいじゃん。いや、前からさ、バイクに乗ってる姿を前から見ることはそうないんでね、ショーウィンドウとかで横は見れるけどさ。いや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 、どういうルートで桜木町行こうかな。ベイブリッジの下通ろうかな。早くも若者顔シート高思ったより高いのかな、どうなんだろう。悪くないね、音も音色もね、うるさすぎず歩道感もあって、このさ、粒パルスって言うんですかね、この、あ、良いね。このトコ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 ってこうバタ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 トコ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 って、この粒、短気筒はどこ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 してますけど、これ2気筒は2気筒でさ、一粒一粒はちょっと小さいけど、このどこどこと小気味よくトコ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 してる感じかな。コツ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 タカ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 タ、じゃポコ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 みたいな、短気筒とかドドドドドって感じだし、多分めっちゃ大きいバイクとかでハーレーとかだとズドズドドドドってなるんでしょうけど、それともまた違う、このミドルクラスっていうんですかね、大型だけどリッターとかじゃない。天気もいいしね、スペックとかそういうのはね、ちょっと分かんないんで俺見て買ってないんでどうでもいいよね。ラベル650とか言って 600cc だったらちょっとえって思うけど、25多い分にはまあどうしてもいいよね。排気量なんてどうでもいいんだよ、600だろうが700だろうが、ざっくりでね、ざっくりで。でも623とか嫌だね、細けえよ、なんかすっきりしてモヤモヤしちゃうから。75とかって、75でもちょっともやっとするけど、675?622 とか言うたら、いやいや、あと3頑張れよと思うよ、せめて。625にしてくれよ。20でもいいよ、みたいな。621だったらもう20、600でいいよ、俺。21いらねえよ。前鍵作ろうと思ったけど、内見入ってんだもんな。これブレーキフルードいつ変えたんだろうな。いつ変えようかな。これね、まあ多分納車し動画みたいなので話すかもしれないんだけど、W650 ってそんな珍しくないからいっぱいあるんですよ、買おうと思ったら。なんでこの車体にしたかっていうと、結構装備がいっぱいついてたの。リアキャリアとサイドバックステイのしっかりしたやつがドンドンってついてるし、なんかクソみたいなサイドバックはどうでもいいんだけど、で、あと ETC ついてるんですよ、実は。なくてもいいけど、あったら嬉しいなと思って。いや、なんか2気筒じゃん、675cc まで2気筒だったら、まあ普通に高速もまあ普通に乗る分には問題ないんじゃないかなと思って。で、 ETC あるんだったら嬉しいじゃん。1からつけたら2万3万ぐらいかかるでしょ。俺は下道のツーリングが好きで全国各地下道で回ってきたんだけどさ、下道ツーリングよりも好きなことっていうのは新しいことが好きだから、新しいことをして新しい体験をして、その体験をした後の自分が好きなのね。おおってなってる、新たな経験をして生まれ、ちょっとまた新たな自分になるわけだから、今までと同じことをして、ああ同じで楽しいねっていう自分よりは、新しいことをしてウォーってなってる俺が楽しいのね。だから ETC も下道で全国行ったわけだからさ、逆に ETC 使っても使わなくてもまあいいんだけど、高速を使ってツーリング行くっていうのも逆に新しいかなっていうのもちょっと感じてたわけですよ。だって原付で下道ツーリングで九州まで行ってるくらいなんで、下道でツーリング行こうと思ったら俺はいくらでも行けるわけですよ、排気量関係なく。で、新しく買ったのがいろんな理由があって、この大型バイク、一応675の2気筒のバイクを買ったわけで、まあ下道ツーリングも楽じゃないですか、はっきり言って。原付に比べたら、まあ空冷なんでね、夏は暑いと思うんだけど、大型バイクだからこそ
そういう大変な面もあるけど。これさ、元からこの充電もついてたんですよ。すごいスッキリしてていいんだけど、2個欲しかったよね、 USB は。普通に乗るだけの人は1個でスマホが充電できれば十分だと思うんですよ。私の場合はナビを使ってスマホもね、充電使う上にアクションカメラも充電したいわけですよ。そうなんだけど2個あると嬉しいんだよね。嬉しいっていうかね、2個欲しいんだよね。あ、タコメーターだ。タコメーターがついているバイクなんて俺一回も初めて乗るかもしれない。バイク人生長いけど、バイク歴70年ぐらいあるんですけど70年のバイク歴って初めてかな。どうかな、全く見てねえや回転数。あ、でも確かに振動来るね、ちょっと。まあサベージの方が余裕ですごいけどね。バーエンドをもうちょっと変えた方がいいのかな。なんかグリップヒーター付きになってんですよね。そう装備充実、多分ね、年配の方だと思うんですよ。言っちゃ悪いけど、俺のイメージ、勝手なイメージだけど、グリップヒーターつけて、このクラシックなバイクにほぼ純正でマフラーだけ変えて、見た目の走りのカスタムってよりはその快適装備に振り切ったカスタムしてるんで、 USB、ETC、グリップヒーターで、キャリアバッグになんかよくわかんないダサいサイドバッグで、それをつけっぱなしで手放してるし、車検証を見たら前回の車検から3000キロぐらいしか、2年で3000キロぐらいしか乗ってないんですよ。乗らなすぎだろうと思って。たまの休みに近場、市内、県内、前の女がどこか分かんないけど、どこの人か分かんないけどさ、同じ自分の住んでる近場100キロ、200キロ行って帰ってくるようなライダーだったのかなと思って、週に1回ぐらいね、パーキング行って帰ってくるみたいな。ありがたいよね。 GO! 俺はそうじゃないんだな。 GO! 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 穏やかに乗らないと。雨の日乗らないでしょうかな。おっと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 、下がデコボコしてるからね。こういう時に足つきがね、あんま良くない人だと、大型でバイクも重いじゃないですか。だから下がボコボコしてると波打ってるから、低速になって、スピードが出てスーって行ってる時はさ、重みが、慣性の法則で重みが前に進むからスーってそのままボコボコンって走れるけど、さあ止まろうって、ね、止まる寸前のもうほぼ0キロぐらいのスピードで下がボコボコしてると、こうタイヤが取られてさ、おっと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 ってなるわけですよ。で足つこうと思ったら、その足元もボコってなったりすると、つま先でねやる方とか女性なんかだと危ないんで、下の路面は必ず見た方がいいですよ。遠くを見るのも大事だけど、下の路面状況を気にするのも俺は大事だと思うけど、大事だと俺は思ってるけど、個人差あるんでね、俺のこのアドバイスが邪魔になっちゃったら逆に悪いから何とも言えないっす。だこういうのは基本的にあんまり俺は好きじゃないね。あ、横浜市です。今鶴見区、うわ、木漏れ日だ。木漏れ日チャンス今さっき受け取って、まだ数十分とは思いのこの我が物顔のライディング、我が物顔ライディング得意なんで、俺様だからみなとみらいです。今から向こうに行きます。浜に戻ってきたぜ。ではでは、そんな感じです。ちょっと待ち合わせなんで急いで行ってきます。